九州など現在も雨の降り方強いところがあります。ではまずいただいておりますリポートをご覧ください。熊本県玉名郡南関町の方からです。嵐のように雨が降っています。外出はできません。窓を閉めてもゴーという音が聞こえてきますということです。かなり激しい雨の降り方になっていることがわかります。外出危険なレベルかと思いますが、現在どういった状況でしょうか。はい、では雨雲のレーダーで見てみましょう。こちらになります。はい、こちら8時40分現在ですが、今ですね、長崎県から、熊本県の北部のエリア、そして、佐賀県、福岡県、大分県などに非常に活発な雨雲が、あります。こちらの雨雲なんですが、南西方向からの、湿った風、そして南寄りの風もちょっと吹いていまして、まあ、これらがぶつかることによってより雨雲が発達して強い雨激しく降らせているという状況が続いています。でこの方面なんですが、同じような場所でしばらく雨が続く恐れもありますので、まあ、今以上に河川の増水、また土砂災害の危険度が上がる恐れもありますので、まあ、そういった点引き続き警戒していただきたいと思います。はい、そしてこの雨雲ですが、11時30分現在の予想がこちらになります。まあ、少し南に下がって強い雨のエリアが若干変わってくる予想ではあるんですが、これまで雨が大量に降ったエリアとも重なっていますので、まあ、やはり特に午前中昼過ぎぐらいにかけては九州北部エリアは大雨の警戒モードが続くと考えられます。はい、やはり土砂災害の危険性というものも高まっているでしょうか。はい、はい、そうですね。はい、土砂災害の危険度も高い状態になっています。はい、ではこちらが土砂災害の危険度マップになります。はいはい、これで見ていただきますと、赤色が警戒エリア、そして紫色が危険エリアになります。まあ、一部大分県などでこの紫色も出ています。まあ、今後ですね、雨が継続して降ることによって、この赤色のエリアが紫色の危険、そして黄色のエリアが赤色の警戒エリアに変わる恐れもありますので、あまり油断せずにこのような情報も常に確認していただきたいと思います。で、はい、川の水位ですが一旦下がり始めたところもあるんですが、はい、まあ、今後の雨によってまた水位上がることも考えられますので、はい、まあ、河川の増水氾濫などにも、まだ油断できない状況が続きそうです。まあ、九州北部エリアは特に午前中ですね、お昼過ぎぐらいまでは今の状況が続くと考えてください。はい、今後も危険な場所には近づかないようにしてください。最新の状況についてはウェザーニュースのアプリでもご覧いただくことができます。